ヨハン・プイットカは、エストニアの軍人、政治家、海軍少将、ヤルバス軍の農民の家庭に生まれる。青年時代、海に出て、海事学校で学び、1895年、タリンの遠洋航海船長を務めた。1917年、エストニア独立運動に参加し、その軍事部門に加わった。1918年、地下組織である防衛同盟の議長となる。 解放戦争時、走行列車部隊長となり、その後1918年から1919 19年、海軍司令官を務めた。1919年9月、海軍少将となり、自由十字章を授与された。1919年から1920年、国民党創設大会の第二員1920年から1924年、 官僚主義と汚職に反対する経営同盟の指導者となった。また、この時期、エースチガミとバルベシを出版した。1923年、国家自由党を設立したが、国会選挙で敗北した。エストニア軍最高司令部にて1920年1924年から1930年、カナダで農場を経営する。帰国後、 解放戦争従軍者運動の指導者となるが、運動が政治化したため、1932年に彼らと決別した。1930年から1937年、イットック中央理事会理事長、1937年の国会第一院議員。1941年、ソ連による追放を免れ、ドイツ軍によるエストニア占領時、フィンランドに滞在した。 1944年夏、エストニアに帰国し、国民に赤軍への抵抗を呼びかけた。同年9月、ドイツ軍から独立したプイトカ帝特戦闘軍を編成し、独ソ両軍と戦いつつ、タリンから退却した。9月25日を最後に、行方不明となる。ありがとうございます。